皆さんこんにちは。今回のピックアップアイドルは私遠藤美月がお送りします。イエーイ。今回はですね、実は特別に公開収録での撮影になります。なので今皆さんイエーイ盛り上がります。公開収録なのでこのように盛り上がって失礼します。私自身もそうなんですけど、こういう撮影で公開収録っていうのはちょっと初なんで緊張してますが、ファンの皆さんも結構緊張しているので私もね、頑張ろうと思います、タレントとして、はい、それではピックアップアイドルスタートです。もう一回いくよ。それではピックアップアイドルスタートです。私遠藤美月はですね、現在22歳、1992年生まれ、11月21日生まれ、の22歳です。今年23歳になります。出身は九州の大分県大分市内に住んでます。出身です。難しいね、自己紹介ってね。性格は何だろうね。性格って何？私の性格は、一個あるのはあざとかわいい。それはでも他の人に言ってもらった性格なんで、自分では結構わがままだと思ってます。っていうのも、このあざとかわいいの撮影の時とかも、撮影、関係ないか、撮影しに行った先で、なんか勝手にアイス食べたいって言い出してアイス買ってもらったりとかちょっとなんか部屋なんか怖いからっつって寝てるスタッフさんの部屋行ったりとかメイクさんの部屋に行ったりとか、すごいわがままな性格だと思います。みんなはどうかな？どう思う？みんな私のこと知らないの？うんじゃないです。性格なんだろうね。まあそんなとこかな。性格はいいですか？このまま流れますよ。いいですか？いいですか？控えめだな今日ファンのみんな。まあそんなとこかな。はい、じゃあ自己紹介これにて終了します。続いてはですね、私のファースト DVD をこちら紹介したいと思います。先ほどもちらっと出てきたんですが、こちらが私のグラビア DVD、 ファースト、初です。初のグラビア DVD が発売されました。イエス。あざとかわいいプロローグです。これの、この収録の前にイベントを、発売記念イベントをやってきたんですけど、そこで取材とか、インタビューで、撮影の時の話とかいろいろしたんですけど、すごい蘇ってきた。撮影した時のことが全然思い出せなかったんですよ、実は。今日まで何撮ったっけ本当に思い出せなくて、でも質問してもらって、見どころどこですかとか、この衣装の時どうでしたとか聞いてもらって、あ、こんなことあった、こんなことあったっていうのを今日はいっぱいイベントで話しました。ここではいいかな、話さなくても。強いて言うなら、私的にこの、そうだな、あ、これの時だ、
最初の方なのかな、この DVD の中で出てくる最初の方にあのベッドでユスケがこうベッドかぶって布団かぶってなんか「あよ」みたいな言ってるところも実はすごい気に入ってて、その後あの急に枕をねスタッフさんがね「おら!」って投げ始めて、私枕投げするって台本に書いてなかったんですよ書いてなくて流れも全然知らなかったのに急に枕投げられて、もう本気で、あれ実は汗だくなんですよ私、すごいあのすごい一生懸命あれ二人がかりで投げられてるんですよ二人がかりで、で私2対1だから二人を相手にしてるんで結構あれ汗だくで頑張ったんで、ぜひ見てくださいさあ続いてはなんとスペシャル企画です、美月の本音が明らかに心理テスト。これから出される質問に答えていき、私の心の中を丸裸にしちゃおうというコーナーです。それでは早速始めていきましょう。第1問こちら、これ映ってるかな、見えてます、見えてます、もっと前見える、はい、はい、第1問じゃじゃん、服を買うときにあなたは何を基準に選びますか、優先順位が一番のものを選んでください。服を買うときの、服を買うときの優先順位、 A 値段、 B 色、 C サイズ、 D 素材。今度って直感で答えちゃった方がいいんですよね、心理テストって。服を買うときに、服を買うことを想像してそっからそっからなの色だな、色、 B の色です。私じゃあこれめくったら答えが、私 B の色ね。もしよかったらこれ見てる人も一緒に考えてみてください。はい、私は B を選んだので、あなたの人間関係における優先順位怖いなこれ、あなたの人間関係における優先順位が分かります。私は B を選んだので自分合ってる、合ってる、合ってる、納得しましたよ。うそA だと家族、A は何だったっけ、値段、値段を選んだ人は、まあ、家族が優先だと。え待ってこれって A から D 全部選ぶやつだったんですか、1番2番って。あ1個で大丈夫だった、うん、で、まあ、色を選んだ人が自分、サイズを選んだ人が恋人優先で、素材、D の素材を選んだ人が友達優先、自分が優先なんですねまあそうだよ、そうだよ、そうです、自分が大好きです、それはそうだよそれはそうだよ、自分が大好きです。はい、じゃあ第2問いきます。楽しいな心理テストあんまりやることないですよね心理テストって。はい、第2問、あなたがへそくりを隠すとしたらどこに隠すか、 A タンスの引き出し、 B トイレのタンクの中、 C 肌身離さず持ち歩く、 D 銀行の貸金庫。へそくりないけどなへそくりを隠すとしたら、隠したことないけど多分A かな、タンスの引き出し、ベタ、うん、ベタベタだけどそこしか思いつかないかもしれない、うん、家の中でトイレのタンクの中って何なの、タンク、流すところ開けて、そう開けるの、入れておいて、ここ、ああはいはいはいあ、でもトイレは入れないかな、なんか水場だし怖くない、なんかねえ、ふやけ
ちゃいそうじゃん。花火離さず持ち歩いたらへそくりじゃなくない？へそくりなのかな。確かに。私は A かな。A のタンスの引き出し。怖いな。さっきやばかったもんな。答えこちら。あなたの人気モノ度、人気シャドウ。人気モノである。人気モノは分かります。私なんだっけ？A か。A タンスの引き出し。A みんなの人気モノ 100% 人を信用できる。誰からも好かれそう。イエーイ。いいねいいね。でちょっと私が迷ったのが D 銀行の貸金庫。信頼できる友人には人気がありそう。誰も信用していないみたいだけど心を開ける人はいる。せーよかったA でよかった。これさっきの気持ちよかったからもう一回やろう。みんなの人気者 100% 人を信用できる。誰からも好かれそう。転職だな。転職だ。じゃあ第3問。じゃん。実際の姿よりも、魅力的に人間を映し出す鏡があります。その不思議な鏡はどんな形をしていますか？魅力的に人間を映し出す鏡が、どんな形してるか。どういうこと？鏡が、あ、鏡その前に立ったらすごい綺麗に見えたりとかするってことか。がどんな形をしていますか？丸い形の鏡。 B 四角形の鏡。 C 三角形の鏡。 D なんかの楕円何楕円って何ですか？まあ、ちょっと縦長とか横長とかちょっと丸い感じ。細長い丸ってことか。あ、私 D。 D にします。それにします。その細長い丸の鏡、これ なんて言うんだっけ。もう一回楕円 D の楕円形の鏡にします。どう来るんだろう。なんかさっきから意地悪質問多くない？あなたの外見に対する自信が分かる。やだ、なんかこれ。ちょ、自分で一回見ていいですか？どうしました？何して？A のね、丸い形の鏡を選んだ人は、おだてられると調子に乗るタイプ。で、B 四角形の鏡を選んだ人は、外見よりも内面的に自信があると。で、C 三角形の鏡を選んだ人は必要以上に外見をもう気にしないっていう人ね。私が選んだB の楕円形の鏡選んだ人は、容姿にかなり自信ありと。あるよ、それは。あるよ。あるから上京してきたんだよ。あだよね。なんか結果いいかもね。なんかこれやってよかったです。ありがとうございます。なんかいいですね。なんかすごい心の中というか、あ、まあそうですね、心の中が丸裸にしちゃおうっていうコーナーでしたけど、なりましたね、完全に。これはちょっと本当恥ずかしいもんだって。はい、じゃあ、スペシャル企画ウイスキーの本音が明らかに心理テストのコーナー終わりです。さあ続いては皆さんからの質問に答える質問コーナー。はい、事前にですね、皆様からいただいている、
いろいろ SNS とかで募集したんですけど、その皆様からいただいている質問がありますので、私がどんどん答えちゃおうという答えちゃおうというはい、ではあの質問どうぞ。はい、では遠藤美月さんに質問です。はい、DVD 発売記念イベントでは話していない今回の DVD の裏話はありますか？私がダンスをするシーンがあるんですが、その場所ですね、場所、廃墟なんですよ、廃墟、サイパンのなんかに使われてた廃墟なんですけど、まあ、そこに、まあ、ダンスをした後こう寝そべってポージングしたりとかしてるんですけど、かゆくてかゆくて、なんかなぜか何なんですかね、虫も特にいなかったし、草が生えてて当たったとかでもないんですけど、本当あのただの廃墟なんですけど、で寝そべってるけどタオル敷いたりとかしてたから、でもすごい痒くて、あれは何なんですかねすごい痒くて、なんかクリーム塗ってもらったりとか、無比とか塗ったりしてたんですけど、一回だから一瞬20-30分ぐらい撮影が止まっちゃって、申し訳なかったなというのをここで謝りますはい。子供の頃の夢は何ですか？吉本新喜劇に出ることです。なんだろーっつって言って早く分かったっていうのをやりたかったです。やりたかった。安江姉さん。え？みち安江姉さんですね。あ、そう安江さん、安江さんのやってるやつにすごい大爆笑してて、幼稚園時ぐらいから、それにみつきはね、俺だって吉本で出るや言ってました好きな男性のタイプを教えてください好きな男性のタイプは、なんか個性的な人、なんかユーモアがあるというか、なんか顔もなんか誰にも似てないような人、顔とか性格とかもなんかオンリーワンみたいな人がいいな。あんまりあれだな、イケメンは好きくないですなんか、ね、二次元とかに見えてきちゃうんですよね、なんか王子様みたいな、あこの人はもうこっちの世界の人じゃないからってなっちゃうんで、まあ身近な人がいいですね。なんか身近っていうか、その接しててあこの人なんか合うなっていう人がいたら教えてください、はい、オフの日は何をしていますか？あーゲーセンにいますかね。ゲーセンゲーセンにいてメダルで遊んでるか、家で寝てるかかな。ここには特に、友達とかが私のオフと被ってればディズニー行こうよってはなりますけど、なるべくディズニーに行く方向で、無理だったらゲーセンがしんどかったら家みたいな優先順位になります、はい、今後お仕事で挑戦してみたいことは何ですか？あるんですよ、まあ、グラビアとかももちろんそうなんですけど、ゴッドタンの飲み川、あれやりたいんですよ。もしねこれ見てる人いらっしゃいましたら、広めてもらって、遠藤ちゃんがなんかすげえ飲むらしいけど飲み川出たいって言ってたよみたいな言ってください。今夜のラジオで一人さんにアピールする。あ、そうだね、今夜のあの劇団一人さんとねラジオやってるので、そうだね、今日ちょっと言ってみたいと思います企画があったらぜひやりたいなって、挑戦したいなと思ってます。はい、はい、以上で質問終わります。ありがとうございます。
い、というわけで私遠藤美月がお送りしてまいりましたピックアップアイドルですが、そろそろエンディングの時間です。遅い。タイミングが違う。さっき練習したじゃん。そろそろエンディングです。それでもちょっと遅いんだよ。皆様いかがだったでしょうか。私はですね、公開収録ね、みんながバラっているんですけど、やっぱね、ちょっとこっちもこっち側にファンの皆さんが見てくれてて、こっち側に大人たちがいるんですけど、こっちの目はすっごいあったかいです。こっち側にちょっと怖いな。一回も目を合わさないようにしてるんですけど、ちょっと私がねこんなんなので、申し訳なかったなと思ってるんですけど、私自身はすごい楽しかったです。こういうとこですよね、きっと。多分自分のこと優先に考えてるっていうところだったりが、でもすごい私は楽しかったので、またやらせてください。そして、なんとですね、今回は特別に今から伝える、私が伝える合言葉を添えて、私の DVDあざとかわいいプロローグ、こちらですね、を、購入された方にはスペシャル特典としまして、ポスターをプレゼントいたしたいと思います。ポスターですよ。欲しいでしょ皆さん。欲しい。詳しい応募についてはアイドル日本ホームページを確認してください。それでは合言葉発表します。ここ大事ですよ、ちゃんとメモする方はね、メモの準備してくださいね。メモする必要もないような短い言葉を言うかもしれませんが、すべてひらがなでいきますよ。ひらがなで、ね、書いてね。見つけたびっくりマーク。オッケー。見つけた伸ばすびっくりマークね。オッケー、これが合言葉です。ぜひこの機会を逃さないようにチェックしてくださいね。これを機にぜひ遠藤美月の応援をよろしくお願いします。